はい、どうもこんにちは、ナナユです。本日も数学の話題を提供していきたいと思います。今日の題材は2018年度の兵庫県立大学の入試問題です。今回は一切削っておりません。そのままの出題ですね。括弧1から括弧3までの問題なんですが、このタンジェントの括弧3番の問題ですね。どっかで見たことあるような気がするっていう人多いかなと思うんですけど、新数学演習の、私持ってるのは2019年度版なんですけども、年度が変わると少し問題変わってしまうので、もしかしたら違う人いるかもしれませんが、1.8 ですねの問題とほぼ同じですね。そういう問題になってます。つまりこの括弧3の問題が千葉大では、単独で出てるんですよ。誘導なしでこの3番の問題というとかなりハードルは上がると思います。というわけで、千葉大は出したのが2013年なんですね。理系で出してるんですけど、5年後に出したので、新数学研修やってる人はもうほぼ確実にできるだろうし、これ誘導があるので、普通に計算してもできるんじゃないかなと思いますね。というわけで、確実に解いておきたい問題です。はい、それではやっていきましょう。括弧1からです。タンジェント θ 分のタンジェント 3θ を d を用いて表せというわけですけど、 d イコールコサインの2乗 θ という条件があります。1たすタンジェントの2乗 θ がコサインの2乗 θ 分の1ということで、タンジェントとコサインの2乗θ というのは、関連があるんですね。なんかそれ使えそうですよね。でもとりあえず 3θ ということなので、これは、3倍角の公式使って変形を試みましょう。ということで、括弧1番はタンジェント 3θ とタンジェント θ ですけど、タンジェント 3θ っていうのはコサイン 3θ 分のサイン 3θ ですよね。で、タンジェント θ 分の1というのは逆数をかければいいので、サイン θ 分のコサイン θ という形になります。で、3倍角の公式は、それぞれサインはサインだけでコサインはコサインだけでかけますよね。だからこれ約分できるなっていうことが、わかると思います。マイナス4サイン、これ、暗記しといた方がいいかなと思いますよね。覚えさせられた人多いんじゃないかなと思うんですけど、覚えてなかったらドモンゴロの公式ですぐ出してくださいね。で、サインシーターのコサインシーターなので、これ約分が1回できますよね。で、約分すると、一時下がるので、サインの2乗シータープラス3の、4倍のコサインの2乗シータマイナス3というふうになります。ということで、コサインだけに直さないと D で表せないですよね。というわけで、上の式を1マイナスコサインの2乗シータに変えて、こんな形にすれば、あとは上計算してですね、マイナス4足すマイナス1ですね。つまり 4D マイナス1というふうになって、下は 4D マイナス3と。という形になります。これ答えですね。D で表せですから、これが答えになるというわけです。はい、じゃあ2番に行きましょう。2番は、タンジェント 60足すシーターとタンジェント 60マイナスシーターを D を用いて表せですね。これタンジェントの加法定理を使って計算していくだけですね。素直にいきましょう。タンジェント60度はルート3なので、いきなり使っちゃっていきます。1マイナス、ルート3タンジェントシータの分のルート3足すタンジェントシータですね。で、かけることの、今度こっちマイナスなので、1引く単単の引くのところがプラスになりますよね。ルート3タンジェントシータ
のルート3引くタンジェントシータということで、まあちょうどプラスマイナスが出てきて、1マイナス3タンジェント2乗シータ分の、3マイナスタンジェント2乗シータという形になり、まあこれタンジェントについて、タンジェントとその1たすタンジェント2乗シータはコサインの2乗分の1なので、タンジェントの2乗シータっていうのは D で表せますよね。まあ、それに、まあ、気がつけば、まあ、さっき言いましたけどね、1たすタンジェントの2乗シータはコサインの2乗シータ分の1だから、これ D 分の1なんですよ。ということで、D 分の1マイナス1を代入してあげればいいんです。したがって3マイナス、D 分の1マイナス1と分子がですね、で分母は1マイナス3倍の D 分の1マイナス1と、であとはこれ、まあ、D かけたりして計算すればいいだけです。D かける前にまあ計算をしましょうか。3マイナス D 分の1たす1の1マイナス D 分の3たす1ですかね。いや3ですか。ということで、4マイナス D 分の1と4。プラマイナス D 分の3ということになりますね。ということで、D をかければなんとですね、これさっきの式と同じになってしまうわけです。これですね。というわけでこれが答えです。で、まあ、これで要するにつながるわけですね。1番と2番の式によって、まあ、3番の式は、括弧1、これ、括弧1と括弧2が同じになるっていうことを、まあ、導かないと、括弧3が解けない形になっているので、まあ、この計算はちょっとできないといけないわけですけど、これを示せとかだったらね、カッコ3解けるかもしれないですけど、まあ簡単に解けちゃいますけどね。結局こういう高等式が成り立つということですね。ということが言えるということですね。で、タンジェントシータをかければ、これこっち持っていけばいいわけですよ。こうやってこっち持ってって、だからここにタンジェントシータかけて、ここ消せばいいわけです。こうやって。で、これでどうするかっていうと、目的はタンジェント20度かけるタンジェント40度かけるタンジェント80度ですよね。で、シータに何代入したらそれができるかっていうと、タンジェント20度から作んなきゃいけないので、シータにこの20度って代入すればいいんです。遠くと、まあ右辺はどうなるかというと、タンジェント、まあ、20度から書き始めると20度かけるタンジェント真ん中の角が40度になりますね。で、タンジェント80度で、これがタンジェント3シータになるので60度になって、ルート3というのが答えということになります。これが答えですね。きちんとその前からやっていけば、解ける問題なんですけど、このカッコ3だけを聞かれるとやっぱり難しいかなと思いますね。大学への数学では C の30分になってました。だから30分で解ければいい方ですね。でもこれ結構多くの生徒が解けなかったんではないかなというふうに思います。千葉大の方の問題ですね。千葉大の方の問題は、問題がタンジェントの10度イコール、タンジェントの20度かけるタンジェントの30度かけるタンジェントの、40度を示せっていう問題なんですけど、本質的に上と同じだっていうの分かりますか？これとこの式と全く同じ式ですよね。
同値な式ですよね、これとこれね。この緑の式どうして、どうすればいいかっていうと、タンジェント60度ですね、これをこっちに持ってきて、タンジェント80度をこっちに持ってくればいいだけです。逆数にすれば、タンジェント60度をこっちに持ってくると、タンジェント60度分の1になってタンジェント30度になりますよね。でタンジェント80度を右辺に持ってくるとタンジェント80度分の1になってタンジェント10度になるじゃないですか。それによってこの式ができるわけです。だから本質的にこの式とこの式は全く同じ式ですね。ここの値が、ルート3分の1になってるっていうこと、それを、タンジェント60度直して単に聞いてるだけですね。ということで、まあ、C 数学演習の問題と全くほぼ同じ問題が、まあ、分割して出されているような感じなんですね。まあこうなるとね、かなり正答率も高くなってくると思うので、まあある程度ねできないといけないかなと思います。まあいい演習問題だと思いますし、このタンジェントの公式なんてね覚えてる人ってねいない、ほぼいないと思うので、さすがにねやっぱり3番のレベルだと新作演習の問題をやってたとしてもね、忘れてしまってできなかったとかありえると思うんですよね。で別に覚える必要ないと思いますしね、こういうその誘導に乗ってできる問題しっかりできれば、大抵の問題は大学は受かるんではないかなと思います。はい、というわけで2018の兵庫県立大学の入試問題でした。ご視聴ありがとうございました。